ジェイコブ・アラン・デームは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手、宇藤右打ち。現在はフリーエージェント。2013年の MLB ドラフト6巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、6月16日に契約。契約後は、参カのパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプロデビュー。 20試合に登板して1勝2敗8セーブ、防御率4.58、21奪三振を記録した。2014年は、A 級グレートレイクスルーンズでプレーし、51試合に登板して5勝4敗9セーブ、防御率2.00、90奪三振を記録した。2015年は、A 級乱直ン門学エイクスで5試合に登板後、A 級タルサドリラーズへ昇格。 AAQ タルサでは39試合に登板して3勝3敗、2セーブ、防御率3.06、70奪三振を記録した。2016年は、トリプル a 級オクラホマ式ドジャースでプレーし、54試合に、登板して1勝7敗7セーブ、防御率3.29、70奪三振を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの、 流出を防ぐために40人枠入りした。2017年はトリプル A 級オクラホマ式でプレーし、41試合に登板して0勝2敗にセーブ、防御率4.31、55月三振を記録した。2017年8月20日、18日に行われたカーティス・グランダーソンとのトレードの後日、発表選手としてニューヨーク・メッツへ移籍した。移籍後は、 参加のトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで4試合に登板し、セプテンバーコールアップの9月1日にメジャーへ昇格した。9月2日にヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。1.1回を投げにアンダム失点1、脱三振だった。9月23日のワシントンナショナルズ戦では、同点の延長10回表から登板したが、ダニエル・マーフィーから勝ち越しの本塁打を打たれ、 メジャー初黒星を騎した。シーズン最終登板となった9月30日のフィラデルフィアフィリーズ戦では2回を無安打無失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは9試合に登板して1勝1敗、防御率9.00、7奪三振を記録した。2018年は開幕ロースター入りし、4月7日のナショナルズ戦で初ホールドを記録。 4月8日の同戦で初セーブを記録したが、4月10日のマイアミマーリンズ戦で救援に失敗し、4月13日にトリプル A 級ラスベガスへ降格。4月27日にメジャーへ最昇格したが、登板機会のないまま4月28日にトリプル A 級ラスベガスへ降格。5月15日にメジャーへ昇格したが、29日のアトランタブレーブス戦でブローンセーブを記録し、 30日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。6月8日にメジャーへ昇格したが、14日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で1回に失点を喫し、17日にトリプル A 級ラスベガスへ降格。7月9日にメジャーへ昇格したが、翌10日にトリプル A 級ラスベガスへ降格し、再び11日にメジャーへ再昇格した。8月2日に、 トリプル A 級ラスベガスへ降格。8月5日にメジャーへ昇格。昇格後は2試合連続失点を記録したため、8月13日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。8月16日にメジャーへ昇格したが、ダブルヘッダー用の登録枠だったため、翌17日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。8月29日にメジャーへ昇格。 同日のシカゴカブス戦で1回に失点を記録し、8月30日にトリプル A 級ラスベガスへ降格したが、31日に再昇格した。この年は30試合に登板して1勝2敗1、セーブ、防御率5.85,28奪三振を記録した。2019年は5試合に登板して0勝1敗、防御率4.26、5奪三振を記録した。 2020年7月8日にウェーバー工事を経てロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。7月21日に40人枠を外れでマイナー契約となった。オフの11月2日に FA となった。2020年12月14日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2021年4月28日に自由契約となった。2021年8月23日にアメリカンアソシエーションのクリーバーン・レール・ローダーズと契約した。早速当日の試合に先発したが、1回1、3イニングを5失点で降板し、翌24日に早くも解雇された。ありがとうございます。